皆さんこんにちは、おしゃれ着物が着たい久美子です。じゃーん、お買い取り。今回はね、綿屋さんの着物をね買ってみたんです。これはヤフオクの花美人さんっていうサイトで、ちょっと青っぽく写ってるけど、赤と黒と、あとここはね白じゃなくて、なんかラメラメな感じですね。写んないですね、ラメラメな感じ。綿麻だけど、なんかやっぱあのタンスにしまってあった感じの匂いがします。結構かっこいい感じでしょ。っていうか、この間友達が送ってくれた浴衣と色の配分、黒とか赤とか白とかなんかに似てるんですよ、雰囲気が。やっぱね、私と友達はどうも好みが似てるみたいで。はい、ここキラキラするんだけど、キラキラがわからないな。綿屋さんの着物がヤフオクに出てることは珍しくて、こちらですね。と、綿が 85% の、麻が 15%、 糸美さんの商品ですね。だからね、結構いいものだと思うんですよ。ミシンなのか手縫いなのかよくわからないですね。でもかっこいいでしょ。これがヤフオクの花美人さんでした。普段に着れる感じで、洗濯もガンガンできる感じでいいかなって思います。はい、まずは帯合わせからしていきます。着物が結構個性的なので、シンプルめな帯がいいかなとは思うんですけど、綿麻なので半幅帯で選んでいきます。一番このグレーが合うかなっていう感じですかね。黒もまあ悪くはないけど、これはうさこまさんのところで買った幅、これもね悪くはなかったんですけどね。今回はこの地にこうキラッと光るところがシルバーっぽいので、このグレーの尻尾柄の帯にします。ブローチ用の帯留め金具も買ってみました。これがパーツクラブショップで150円、安いですよね。でもね、サイズがブローチの針が短くて合わなかったので、今回は断念です。他の手持ちの帯留めで何か合いそうなものを探します。メルカリで買った帯留めを使います。あとは帯締めですね。帯の色がグレーなので、グレーの帯締めにして、帯揚げはどれもなんかパッとしなかったけど、この青いレースの歯切れが差し色になっていいかなと思って、これにしてみようと思います。半襟ですね。半襟、着物がかっこいいからちょっとこういうの合わなくて、結局黒いのにしました。今回の着物はヤフオクで購入した綿麻の着物ですね。綿麻ってね、珍しいんですよね、ヤフオクで見るのがね。着物っていう風に商品名には書いてあったので、着物なのかなと思うんですけど、でもまあ着やすそうでいいです。襟はバチ襟になっていました。かっこいい感じじゃないですか。今回購入したのは花美人さんというヤフオクのショップさんで、結構私花美人さん好きなんですけど、この写真のイメージと商品のイメージがね、イメージ通りなんですよ。写真の通りの品物が届く感じがします。で、詳細もきちんと載ってるし、分かりやすいんですよね。
花美人さんは本当にね、品物もすごくいいもの、高級なものとかたくさん取り扱いがあるので見てるだけでも結構勉強になるんですよね。なので、まあ、花美人さんをはじめ他のヤフオクのショップで結構いいものとかを見て、その経験を新栄さんでの品物選びに生かしたりとかしています。この着物は柄が素敵だなと思って見に行ったら綿朝だったので、綿とか綿朝の着物とかを持ってないのでこれはね飛びついちゃいました。今回は初めて貝の口を結んでみようと思って動画を見ながらやってるんですけれども、意外と貝の口初めてだと難しかったですね。ヤフオクで私がおすすめするお店は、まあ、花美人さんと着物屋心さんと平和屋着物さんが好きですね。着物屋心さんと花美人さんはどうやら同系列のお店みたいで、ただね、あの同梱とかはできないみたいです。どちらのお店も品物本当にちゃんとすごくきちんとしてるものが多いし、写真もすごく見やすいし、ちゃんとイメージ通りのものが来るので、ネットで購入する不安があまりないお店ですね。ただね、送料がちょっと高いんですよね。東京都に発送で1100円かかっちゃいますね。あとヤフオクですごくあのお買い得かなと思うお店は着物店さん。ここも結構有名ですよね、着物店さんね。人気のあるものはやっぱりあの1万とか2万とかいっちゃうんですけど、なんかちょっと穴場なものが見つかると数百円ぐらいで購入できたりとかしますね。で今回の、こちらのお着物が、税込みで2189円で、クーポンが200円引きあったのでそちらのクーポンを使って送料が入って合計で3089円でした。でこちらを私は何で買ったかというとサミットポイントを当て込みましたサミットポイントを直接ねこちらの支払いにはできないので、クレジット決済した後に次の日こちらのポイントでサミットでお買い物をしました。なので私の中ではスーパーのポイントを使ってこの着物を購入したということになります。今ヤフオクとかでも夏の着物がねたくさんいっぱい出てるので、ただもうシーズンも終わりがけじゃないですか。だから結構穴場なものも出てきてますよね。この商品はいいねをした人が私以外いなかったんですよ。いいねが1しかなくてそれが私で、他の方はね、なんか注目されてなかったみたいなので、特に誰かと競り合うこともなく落札できました。何か気に入った夏物とかがあったら今狙い目かなと思います。綿朝で貴重だしね、結構柄行きもかっこよくて素敵だなと思うんですけどね。今回はとてもラッキーなお買い物でした。今はねまた新栄さんでいくつかお買い物をしてお取り置きしてもらってるものもあるので、またそのうち披露させていただきたいと思っています。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。